18から今まで20ずっとこの絵を描き始めた時からこのロットリングってペンを使ってます。いつも使うのは 0.5 ミリから一番細いのは 0.13 ミリっていう細いものも使えます。あんまり広いベタ塗りは筆を使ったりするんですけど、ほとんど、いやほぼロットリングだけで描き上げます。描く強さで強弱が出るんですけど、もっとそれを表現したい時とかはより細いペンを使ったりします。絵を描いてる時は余計な色がない、雑音がない真っ黒の机の上で白い紙で線を正確に写していくっていう作業。赤とか緑とか青とかそういうものは僕の中で雑音になってて、だからそういうものを一切排除して黒い机の上で白い紙を乗せて黒で描く。机とか全部黒いのはただ黒が好きなだけじゃなくて、好きっていうよりも無音の状態を作りたいっていうか、だから余計なものも置かないし、余計な使わない色とかはなるべく目に入らない、そういう意味もあってこう机を黒くしたり、なるべく落ち着いた色に机の周りをしてる感じです。絵を描き始めた頃からずっと自分なりの書体っていうのを作ってて、自分の好きだった漢字とかアルファベットのエレメントをミックスさせたり、最近になってこう自分の中でこう呼び名ができて自分の書体について書いてた。コスモポリタンっていうんだけど、僕の今書いてる書体はアラビア語だったり漢字だったりアルファベットだったり、いろんな要素が混ざってて、本当に何だろうな、今の世界みたいにいろんな人種と言語が混ざったみたいな、そういうものが今は文字で作れたらいいなっていうのが、そういうアイディアがあって、文字を作ったり書いたりしてます。これ自分の中の自分で書いてる詩だったり、自分の中で大事にしてることとか、そういうことをいつも書いてます。壁だったりライブペイントの時は文字を中心に書いてるんですけど、さっき言ったメッセージとか自分の思ってることとかを書いてます。わざわざ紙の絵を外で描く気はなくて、外でしかできないこととか、そういうことをやるようにしてます。壁は紙に描くよりももっと体の動きというか流れっていうか、そういうものを重視してて、紙の絵は小さくて集中しないといけないけど、そういうのを大事にしてるけど、壁はもっと体を解放するみたいな、体が気持ちいいっていう、そっちを優先させてる感じですね。やっぱり一人でこもってじっとやるのは大事だけど、人前とか自分だけの空間じゃないところで自分を出せるっていうようにならなければいけないと思ってて、
大事にしてます。スキルとかスタイルとかそういうのは別に守らなくてもいいと思ってて、それよりももっと常に限られた人にだけ見せるんではなくて、いろんな人に見てもらおうとか、そういう気持ち、制作に対する気持ちだけは守っていきたいなと思ってます。でやってることも続けて、あとは周りの人たちとか巻き込んで仕事を作ったりとか、いろんな人を紹介したりとか、人と人をつなげたりとか、絵とはちょっと関係ないけど、そういうことができて、こう色いいアイデアとかいい才能がこうみんなでシェアできるような、そういう状況を作ることを手伝いたいなというのはあります、ね、同じギャラリーを始めたり、少しずつそういう環境を作っていけたらいいなと。